せーの、ズンチャカチャチャチャ。どうも、カイくんです。伊藤ちゃんです。タイちゃんです。なんで笑うんだよ。こんなご時世ってこともあり、あの山梨勢はね、ちょっとまあ来れず、東京勢で撮っていこうかなっていう感じなんですけれども、そう、逆にね、ちょっとこっそり撮れる企画をやろうじゃないですか。コインがいっぱいっていうことで、今回伊藤ちゃん何をやるんでしょう。今回はミナミのかわいいチョッキンをやりたいと思います。イエーイ。先に言っときます、結構な体力消費です。あれ、カイ君ってかわいいチョキンの企画やったことあった？え、あるの？あるみたい。なんで、パラレルワールドのボブが。誰パラレルワールドのボブって誰だ。誰かわいいって思ったらぶち込む。以上。足りないと思う。そう、これ一つね、課題があって、思ったよりコインの量が少ないんじゃないかっていう。じゃあまず TikTok からいきますかね。南さんさん、南さんちゃんに。私真ん中で持とうか。うん、もうだってこんなのさ、全部かわいいじゃん。結局結局かわいいから、あの多分なくなる。そうなの、多分控えめに行く最初はね。これめっちゃかわいいって思った。なるほどね、これ確かにこれ結構つらいっすね。光漏れがエグで漏れてる。あの序盤結構うるさいんで気をつけて。これなんか懐かしいソングな感じに見えちゃった。うん、本当か。かわいい。マジで大人っぽい。うん、ねえ、そう思った。うん、あったかそう。あったかそう。これメイクなんか違う。うん、かわいい。この、かわいすぎて、かわいすぎてぼやけてるんです。ちょっと待って、今さ、一瞬なんかここにね、いるの。いる。かわいい。かわいい。なんで絶妙に、絶妙に映さないの。あ、みなみさん、もし見てたら、これはわざとこれぐらい映してるのか教えてください。うさぎ。あ、これね、みなみちゃん、こういうの好きなんだね。うん、すっぴんぽいよね。ぽいな。うん、なんでこのメッセか素晴らしいね。これかわいいよな。手持ちつけてやるわ。やべ、これ足りない絶対。あと僕最近コインゲームしすぎて、なんかちょっと扱い慣れしてるコイン。やべやべ。あ、光漏るタイプじゃないですか。確かに。シングル宣言ね。はい。シンデレラ宣言踊ってた。あ、いや、踊ってないですよ。あれ、違った。踊ってたの？踊ってないですよ。めちゃめちゃ髪の毛って一回縛ったから、アホ毛ってどこだ？これだ。発見したんで次行きます。あ、これかわいいよね。かわいい。でさ、やっぱ TikTok でこの表情できるのやっぱすごいね。おー、すげえ。結局懐かしいですね。うん、何の曲だっけ。ドラえもん。ドラえもんか。やばい、さっきの画面変わる瞬間にびっくりして焦ったんだよ。おじいちゃんです。うん、かわいい。うん、この背景好きよな。言わせておけばいい。確かに。今に見てろって熱くなれるから。かっこいい。ちょっとあのかっこいいから言えない。いいね、かっこいいから言えない。いいね、あ、ちょっとかわいい。さあ、最後なんだよ。あ、これマジかわいい。可愛いと思うんだけど。あら、お前これはもう可愛すぎてぼやけるって書いてる。うんうんうん。
じゃあさっきのフィルターと一緒じゃん。ウサギいるんじゃない？ウサギいる。ほんとだ。あやー、あの締め方が違う。ウサギいた。これ髪型めっちゃ可愛いな、これ、うん、どうやってやってるんだろうって思っちゃう。リボンみたいになってるの？ほんとだ。ちょっと振り向いてもらってもいいですか？振り向いたな。この猫も、うん、これこそ夏メロだね、本当に夏メロ。結構序盤のやつだよね。すげえ。でこれを毎日のように投稿して覚えてるの？それ、ほんとそれ。かわいい。これ山梨感じるんだ。すげえ。すげえ。かわいい。かわいい。かわいい。すげえ。これだよ。あ、これだ。これめっちゃ待ってた、私、みなみ先生がやるの。どう今の。眉毛のロケにしちゃったから。かわいいね。もうこの言葉だけでも覚えられるんだよ。うん、やばいでしょしか言えない。さあパーティーの時間だよ。かわいい。これもかわいい。あ、これね、知る？あの本当にEXILEの京吉さんがインスタで取り上げてたの。え、これ。翔吉さん、ありがとうございました。ありがとうございました。2例200勝1例みたいな。びっくりした、ストーリーで。へぇー、すごい。すげー、すごい。あの、もうこの顔かわいいね、このみたいなやつ。なんかごめんね。ちょっとこの顔見ながら比喩だったから分かったけど、だけじゃ全然分かんない。もう一回見てると全然違う。違う？何？私じゃない。箱じゃないから。めちゃくちゃしないで。可愛い鼻ついてる。本当だ。これ踊ったなるって。あ、マジで？うん。あ、やるってこと？そういうことじゃない、そういうことじゃない。今回はウサギじゃなかったね。ちょっと幼くなった？確かに、うん、それぐらい。あ、去年の今頃だ。お、すごい、すごい。1年前だ。確かに、すごい変わるのはいいですね。あ、全然違う、うん、幼い、幼い。この時前髪これハマった気がする。くるんってちょっとなってんのね。よかった。なんかこれすごい印象あるんだけど、私本当なんでだろう。お前のパズラ。センテールがもうかわいい。かわいいな、今の顔。うん、かわいい。あー、ちょっとこれなんかちょっと大人っぽく見える、これ、うん、いや、でも幼いわね、幼い。あ、でもこれ撮ってたの覚えてる、なんか知んないけど。へぇ、なんかこのソファーが懐かしいね。確かに、確かに懐かしいね。あ、おやばい、この音楽流れたら踊っちゃう女の子いるよ、もう一人。おいおいおい、やめて。ここ踊れねえんだよ。踊れねえんだよ、ここは。至るところに膝ぶつけた。本当だよ。大変だったから、あれ覚えんの、本当に。このフィルター超流行ってる。あー、ここからだった。分かった、カラコンが大きいんじゃない、南先生。カラコンが大きいんじゃない。え、徹子の部屋だ、今。南先生、カラコンが大きいんでしょ。違う、もし見てたら教えてください。違うのーって。絶対大きいよ。あ、そうだわ。ね、だから幼く見えるんで。かわいいな。お、でもそう言われたらそうかも。でしょ。すごくね、すごい、本当に。もう分からない。
しかもやっぱさ、タイミングがすごい上手だよ、なんていうの。すげえ。かわいい今の。すげえ。お、これ踊れる人いないっけ？いないいないいないじゃん。え、いない？いないっけこれ？パラレルワールドのボブ。それパラレルワールドのボブ。かわいい。お。私結構このなんかさ、暗い暗いところでやるの結構好きだよ。なんかエモくない？あ、かわいい。はい。さ、設定の人もやっぱ幼くね。うん。あ、エモい。エモいだった。あ、なんかこれ。ここやってんの？これね。この時30万。すげえな。すげえ。すごい。あ、気づくな。気づくな。ちょっとでも気づかなかった今。そう、ずっとこっちだ。うん、かわいい。いいね、いいね。いいよ、みなみちゃん。いいね、いいね。おじさん、おじさんになっちゃうから、僕ら。なにそれ、かわいいんですけど。おワイが2倍。何それ。すげえ。3枚。マイ言ってない。マイ言ってない。マイ。あ、マイか。私がマイって言ってた。こっちがよくわかる。恋に惹かれてるから。本当にもう。かっこよく、そして大衆反応そう。おお。マイが2倍。俺がいるから大丈夫。すげえ。ちょっと喉枯れたんだけど。ねえ。すごい。なんか大人っぽい。かわいいね。何それ。あ、これこれ。ひよこみたい。すげえな。すげえ。普段見てたら別に気にしず見てるから。確かに。あ、これ曲か。素晴らしい、かわいい。こういう系見ちゃうの普通に最後まで。あ、ちょっと大人っぽい。髪巻いてるからかな。下が吹き替えてるからもっと前なんですけど。リップしてない？うん、かも。濃く見えるね。かわいいよ。あんたソファに思い入れありすぎだろ。選んだの私だけど。あ、これあれね、マナカフェさんね。あー、あのあれだ。踊ったやつ。そうそうそう、踊ってもいる。やってる。なるほど。マナがこれ毎日最初に見せてもらうの好きって言ってるの分かるわ。うん、うん、あ、この服見覚えあるよ。あ、あるよあるある。あるよね。あ、外ロケ行かなかったっけ。行った気がする。違うかな。ほら、おかげまいちゃん。うん、かわいい。なんかみたいじゃない。なんか赤に三つ編みでかわいいじゃん。かわいい。え、なんか幼いね。夏だ。夏に行くにはこうか。うん。今だまさと。かわいい。大会で活躍してそう。分かる。確かに確かに。モテるやつじゃんもう。本当だよ。なんかこの曲なんか違う。で、多分撮影終わりでバス。バスだよね。すごいっすね、よく撮るわ、ここ。よう、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 幼いね。なんかピンクの服、印象あんまないから可愛いよ、これ。すげー。
これなんかいいタイプ。あー、いや、やっぱこれ好きよね。ポッポッポ。私。あらー、やばい。え、これも見てるか。コミキレーね、本当に羨ましいわ。え、欲しい。本当だよ。夏休みが近くなってきたぜ。かわいい。イエーイ。僕みたいになっちゃダメだよ。かわいい。あらあにゃー。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 忘れて寝ちゃってたパタタタ。タタ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 タこれはなんだ、それ可愛いの。これは、わからんけど可愛い。可愛いな、なんか。わぁ。麦坂研究生。あぁ。あぁ、ありがとうございます。めちゃめちゃ好きなんで、こっち。最後、わぁって言って終わりたい。すげえすげえ。持ってかれた。やられたね最後ね。もう終わりですね、そろそろ。かっこいいも。かわいい。僕はすごいですね。マジで親戚のおじさんみたいな。これ好き、これ好き。あふれ出てるよね、南先生が。ということで無事に終わりましたね。結構控えめを控えめにした、うん、ちょっと気持ち使っちゃった、うんうん、ちょっということでね、南先生の過去動画振り返ってみたんですけど、あの総じて可愛い、うん、結果ね、分かってたけどね、うん、ちなみにやっぱ一番好きだったのはこのずっとここでチラチラ、うさぎうさぎ探すゲームみたいになっちゃったよ。あれをどういう感じで使ってるかだけは本当に、よかったらコメント欄でみなみちゃん教えてください。教えてください。伊藤ちゃんなんか記憶に残ってるみなみちゃんのファイアスとかありますか。でもね、全部可愛いからね。結果ね、うん、確かに。でもさ、せっかくだしさ、 YouTube も見る。ああ、確かに ね、TikTok もいいけど、はいはいはい、 YouTube こそね、うん、もう長いからね、一本詰まりきっちゃうからね。確かにね。あとあれだね、なんかオフショットとかもあるかもしれない。おー、いいね。勝手にあの使わせていただきます。 ありがとうございます。ありがとうございます。先にお礼だけ言わせていただきます。先にね。ということで、気になった人は次の動画を見ていただいて、はい、YouTube の可愛い貯金とオフショットを楽しみにお待ちください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。パラレルバーブもボブからなんかありますか。あ、パラレルバーブのボブ。ありがとうございました。はい、バイバーイ。